はい、今、緊急で動画撮ってるんですけど、これまで、高先生の一日ということで、高専のね、生活についての動画、何本か上げてきて、これらって、スライドベースの、まあ、なんか、説明みたいな動画だったんで、今回は、皆さんが、僕が学生だった時代、高先生だった時の、僕視点で、体験ができる、みたいな動画を撮ろうと思って、今回、動画を撮っていこうと思いました。まあ、こんな感じでですね、徳山高専っていうのは、山口県にある、僕のね、母校である高専なんですけど、まあ、こちらのね、高専での生活っていうのを、ちょっと追体験できるような動画を作ってみようと思いました。それでは早速ね、僕が住んでた 自宅からね、えー、自転車で漕ぐってところから始めていきましょう。 はい、こちらでございますね。徳山高専から大体チャリで20分ぐらい離れている、まあ、市営住宅ですかね。市営住宅じゃないな。普通にアパートだったんですけど、あ,あの、そうですね。うちの父親が電力会社の社員だったんで、ぶっちゃけ、山口県内を点々としてたんですよね。で、やっと周南市、徳山高専付近の町に定住したと。で、ここに住んでました。で、ここからま、あ大体朝起きて、で、母親が朝ごはん作ってくれるので、それを食べて出発するという形ですね。大体この出発するのが大体、あ、はい、じゃあ今からチャリに乗って出発するという手で進んでいきます。大体8時とか8時過ぎですね。けだから から結構遅めですよね。だって中学校で言ったら8時過ぎぐらいには学校にいないとダメですから。だから結構高専に行くとちょっとゆとりはあるのかなというふうに思います。まあもちろん学校からね、離れている自宅から通う人は、まあゆとりはないと思うんですけど、まあ、こんな感じで道のりにずーっと国道をね、あのー、こっちの、えー、自転車が通れるところを通って行ってました。だから本当にギリギリの時もありましたね、登校時間が。あのー、要するに朝の会みたいな出席を確認するっていう、あのー、時間があるので、ホームルームですねえ。これがですね、8時40分からだったので、8時40分までに教室にね、滑り込めればいいわけですよね。そう だから、最悪ギリギリで8時15分とか8時20分に、もうさっきの家を出て爆走したら、ギリギリ間に合ったって感じですね。まあ、これね、やっぱり、 朝日とかをね、朝浴びれるので、ま、通学チャリンコ通学結構良かったですね。朝日ね、浴びることって大事じゃないですか。ビタミン D を生成してね、あのー、体内時計をリセットしてくれるということで。ま、これ結構道なりにまっすぐなんでね、すごい楽でしたね。こことかも坂道になってめちゃくちゃ早く登校できました。で、あとこれイヤホンとかダメなんですよね。あの、学校の決まりで、もうイヤホンつけてるところを先生に見られたら処分の対象になります。まあ、普通に危ないですからね。で、あと三つ目として、このチャリンコの後ろの方にステッカーを貼ってないといけませんね。えー、この自転車は徳山高専の学生のもので、あのー、 通学が許可されているあのものですっていう、えー、ステッカーを貼っていないといけません。で、このステッカーを貼っていない自転車で登校しちゃうと、やっぱりこれも処分の対象になってしまいます。で、他に、まあ、自転車通学だったんですけど、さすがに大雨とか土砂降りの日とかはバスを使ってこっち側の車線をね、通って登校していましたね。だ基本的に小雨とか土砂降りでない限りは、まあ、僕、あの、親に甘えるのとか、車で送迎してもらうのとか、まあ、好きじゃなかったんで、あの、レインコートを着てね、あの、登下校していました。で、あと5つ目ですね。本当にマジで寝坊した時はさっき言ったんですけど、もう20分とか20分過ぎとかに <laughs>。 出て、もう時速30キロぐらい出して、危ないんですけどね。動いて投下校してましたね。いや、懐かしいなぁ。青春ですね。この道をね、何百回、何千回って投下校してたわけですね、自分。懐かしいですね。で、 ま、あと寒い日とかはね、本当に手がもう感覚なくなるぐらいね、氷点下前後になるので、まあ、手袋必須ですね。軍手の上に手袋つけてましたね。あの、寒すぎてね。で、あと暑い日とかはもう、通うだけで、この道を通るだけで汗だくになるので、あの、そうですね、汗だくになっちゃうので、もう着替えも持って行ってましたね。もう峠下のための、まあ、着替えみたいな。だから、もうこの峠港スラする間はもうジャージとか体操着を着て、で、着いたら制服に着替えるみたいな感じでしたね、暑い日は。で、これちょっとね、あの、僕ならではの話になるかなと思うんですけど、まあ、ここに時計があるじゃないですか、時計ね。この中間地点に時計があるのですごくありがたかったんです あ、今もう8時35分だ。もうこれ絶対間に合わないじゃんってね、途中で分かったりとか。そう、登下校の学校の、ね、中間地点でこの、なんかよく分かんない、時計があるんで、あ、急がないとやばいとか、あ、まだ大丈夫だなっていうのがここの、ね、時点で分かるっていうね。あの、よく目印にしてました。で、もう少しまだ行きますね。もうちょっとであの、今、ほぼ3分の2ぐらい行きました。で、あと友達とかとね、あの、一緒に行くっていう人がいると思うんですけど、これね、自転車をね、並走してしまっても、処分の対象になってしまいますね。先生に見つかったら処分の対象になりました。並走しちゃダメなんですね、危ないんで。あとそうですね。あと、まあ 当たり前なんですけど、スマートフォンいじったらダメですね。でここ、あの、右折じゃない、左折しますね。はい。この、このまま坂をどんどん登っていきます。こっからだんだんね、傾斜がかかってきてきつくなるんですよね。スマホいじってるのを見られたらアウトです。まあ、当たり前のようにダメなんですけどね。であと、電動チャリはオッケーですね。電動チャリに使ってください。使いたければオッケーですよっていう感じですで。ここもずっと坂ですね。きついです、ぶっちゃけ。この朝っぱらからこんなね、あの、坂をね、通るのっていうのは。だと、新入生の時はやっぱりね、あの、最初は一人で登校するのちょっと心細いから、まあ、同じ中学校のこと、ちょっと約束して、待ち合わせして、一緒にチャリンコ�いでましたけど、 もうちょっと経ったら、もう、淡々と一人でね、あの、半分うつろなめでこの、峠湖の道をね、チャニコこ漕ぎましたよね <laughs>。もう基本的に一人で、あの、慣れたら、あの、淡々と行動すべきです。で、あと、先輩とか後輩とか同級生とね、時々途中でエンカウントする時があるんで、まあその時は、待ち合わせとかね、約束はしてないけど、まあ、一緒にね、あの、行くみたいな形ですね。まだ、まもうちょっとか。あー懐かしいなぁ。いや、結構長いっすね。よくこんな長い道通ったな、たな俺。で、ここ、あ、まだか。もうちょっとか。いや、懐かしいなぁ。若干忘れかけてるぞ。<laughs> で、もう少しですね。はい。 で、年に10回ぐらい体調が悪いとか、もう気分が悪いとか、明らかにこれ台風レベルで自転車こいだら死んじゃうよね、みたいな。そういう時はですね、あの、母に送ってもらってました。最高ですね。で、この大学ね、え徳山大学っていう大学で、今は、中南公立大学っていう大学なんですけど、僕が通っていた徳山高専のね、ちょっと手前にある学校ですね。実はこれですね、ヘズマリュウが通っていた大学なんですね。いやー、嬉しいのか嬉しくないのかわかんないですけど、まあ、これですね、この大学、実は。今はどうなんだろうか。徳山大学時代はね、もうエフラン大学でボーダーフリーの大学でしたね。までも、通ってる学生さんはね、 いい人たちばかりで、体育会系の方とかね、そういう簡単なジムとかの仕事にね、あのー、つくとか、フィットネス関係とか、体を動かすとかあの、どっちかっていうと体育会系、ボーダーフリーの大学ですね。でも、知り合いの方何人かいたんですけど、いい方たちばっかりでしたよ。うん。ま、一応この大学が手前にあると。で、この高専坂って言って、この傾斜がすごいんですよ。今、普通に登ってきちゃったんですけど、これ、これ、200メートル続くんですよ、この坂。これ5年間登りましたからね、僕。本当に勘弁してほしい。で、僕慣れてきたら、もうこっち側のね、左側の方の道を、もう立ちこぎで、ママチャリで、もうノンストップでこの坂を登りきるまでに成長することができました。いや あ、もうね、足がもう、ボディービルダーみたいにムキムキになっちゃいました。で、えー、こんな感じでね。あー、今、登下校している人いましたね。ちょっと戻りましょう。あ、この人、この人。ね、多分、この人は多分、徳山高専の学生で、これ登ってるんでしょうね。<laughs> こんな感じ。これ、高専坂ですね。あー、見えてきた、見えてきた。徳山高専です。はい、こんな感じですね。着きました。あー、登下校してる人いますね。ははは。そう。こんな感じ。いやー、お疲れ様でした。大体いいここまでで、チャリを爆走させて20分ぐらいですね。うん。はい、着きました。ということで、登下校パート終了ということでございます。これを、まあ、年間少なく見積もって150日 お、往復まあ、部活に行く日もあるから、200日って考えてもいいのかな ?5 年間いやー、よく頑張ったな、自分。ということで、投下校パートでした。 キャンパスターに入ってきたんですけどね。まあ、こんな感じです。最近ね、この壁のね、塗料が塗り直されて、まあ、ちょっと小切れになった校舎ですね。徳山高専。まあ、こんな感じでさーっとね、こっち側に行ってね、自転車置き場があるんで、自転車を置いて、昇降口から入るんですけど、何せね、あの、僕、情報電子工学科だったんですけど、この違う動画でも言ったんですけど、情報電子工学科の2年生から4年生の教室って、全部4階にあるんですよ。まだ痛めつけるのかって思って、<laughs> ここまで高専坂を200メートル登ってきた上で、さらに階段を1階から4階まで登らないといけないっていうね、情報電子工学科はね、なんでこんな,不運なんでしょうって思うんですけど。ということで、階段を登ってね、教室 に向かいましょう教室に着きましたねここでですね出席を取るっていうのがね担任によって行われますねここの時点で8時40分ですね真面目な先生とかは一人ずつね出席取るんですけど、まあ、慣れてきたりね不真面目な先生とかはあーいないやついる全員いるね はい。じゃあ解散。じゃあ今日も一日頑張ってね。みたいな感じ。<laughs> めちゃくちゃ楽な出席ですね。あ、ここでね、ちょっと1、2分遅れてもね、まあ先生多めに見てくれるので、まあ、なんか先生によっては、もう、ボーダーラインが8時40分までに教室に入らないといけないっていうよりかは、まあ、ちょっと過ぎてもいいかなみたいな感じになっちゃうと。で、ここで休みすぎると、あのー、ホームルームを休みすぎても、まあ、ちょっと進級とか、そういう評価に関わる場合があるので、しっかり朝ね、遅れずに行った方がいいかなというふうには思います。授業に関してですね、まあ、数学の授業はどの先生もね、まあ教育熱心で、やっぱり授業の説明とかね、インプット、概念とか公式の紹介をした後に、しっかり ね学生が手を動かす時間を取ってくれる先生がすごい多かったかなっていう風に思いますま座学手を動かす座学手を動かす先生の中にはね生徒学生を当てて黒板でじゃあ解いてくださいっていう風にねあそういう風に順番で答えさせたりする先生もまあ、半分以上そんな先生でしたね英語とかの授業なんですけど高先生の偏差値の割にはそんなにレベルが高くないかなっていう印象が多いと思いますおそらく3分の2以上の高先生が、まあ、偏差値55ぐらいの高校が使ってそうな教科書をさらっとなぞってでそこからしかテスト出さないからなかなかね英語の素養が身につかない,ってい いう現状が今あるかなとは思いますねだから相対的には中3の時の学力が英語の素養が一番高かったって揶揄する学生もいるぐらいですねなので結構文法論理的にやったりとかなんかそういう頭を使った英語の勉強っていうのがちょっと薄いかなっていうのがぶっちゃけ高専の英語の授業の特徴もちろんきちんと授業なさってる方予備校の授業レベルあこの授業はね民間の塾でも通用するねみたいな、えー、そういうねためになる授業をする先生もいらっしゃいます僕が通っていた限りではあの <laughs> とてもじゃないけど先生には申し訳ないんだけどあこれ普通の塾とか個人経営の塾でやったらクレームレベルだなっていう授業 ばかりでした。プログラミングとかパソコンを使う授業などですね。まあ、こういう授業の時は最初からここに来る時もあるんですけど、教室でちょっと座学とかね説明とかをしてこっちに移動するっていうことが多かったかなっていう風に思います。こういう教室ね放課後とか開放されてるんで、まあ、ここで課題をしたりとか部活を休んでこっちで追われている課題をこなすとかっていうことは結構ありましたね。やっぱり手を動かす授業実習なので、まあ、座学と比べるとみんな頑張って取り組む、まあ、サボるとかそういうのないんで、座学はね寝ちゃってる人とかいるんですけど、まあ、こういう実習とか手を動かす課題の時は基本的にみんな熱心に取り組むという、えー、感じの でした。実験系の授業の様子ですねえ。こういう実験は、まあ、学科によるんですけど、まあ、3年生4年生とかにある場合、まあ、12年生の時にある場合、まあ、あっても2年生からかなって思うんですけど、まあこんな感じで毎週まあ、2コマとか4コマぐらい使ってぐわっと1テーマに関して実験を行ったりすることがあります。よく気をつけていただきたいのはレポートね。1通でも出さないとかえー、遅れすぎるとかってなっちゃうと実験の単位が取れなくてまあ、進級できないとかってことがあるので、まあ、これはしっかり取り組まないといけない。でこれ、班員とかとね。協力して実験を行っていくんですけど、やっぱね。優秀すぎる人が犯人いたらその人に任せっきりとかになっちゃうので、まあ、なるべく。 かしてね、あのせっかかくなんであの手を動かした方がいいいいいいいのののかななってててう,うににに思まます、まあ、ちなみに僕はねああ賢い人に任せてあのレポート書いてましたいや、でもね、ぶっちゃけ、空き時間とか、ちょっと手が空いたなって時間があったら、本当は見つかったら怒られるんだけど、ちょっとレポート書いてましたね。いや、本当は家に帰ってレポート書かないといけないんだけど、やっぱり時間ないし忙しいので、まあ、ちょっとこっそり先生に怒られない程度に、まあ、書けるところは書いておくみたいな感じで、も実験中にね、レポートを書ける時は書いてました。もちろんね、体育の授業とかもあったりしますね。もう本当、普段ね、悶々と座学とか勉強頑張ってるんで、まあ、こういった時間が結構ね、ありがたかったんですね。もうあの 悪いんすすけどあのの刑務所のねあの昼休みみ体動かす時間みたいいいなあれぐらい貴重 <laughs> いや、だって体動かさないとストレス溜まるじゃないですか、まあ。グラウンドに集合して、で、定格年のうちはね、固定の種目、サッカーしたりとか、えー、まあ、冬場になると、ちょっとね、ランニング、長距離マラソンっていうのがね、あの、3.2キロ、4キロ走りましょうっていうのを5回ぐらいやらなきゃいけなかったんですけど、2年生、3年生になればなるほど、あの選択みたいな感じでさせてもらえて、例えば、テニスしたい人はテニス、バドミントンはバドミントン、サッカーはサッカー、みたいな感じでね、まあ、希望を取って、で、まあ、人数を割り振っていく、スポーツごとに。これはね、二三四年生でね、 そういうことができたので、すごい楽しかったですね。僕はね、バドミントン好きだったんで、バドミントンを選んでやりました。で、確かずっとバドミントンだったかな。なぜか僕だけね、あ、僕だけじゃないけど、あの、なぜか僕は希望がずっとね、第一希望ずっと通ってたので、まあ、ずーっとバドミントンしてましたね。まあ、体育館これ体育館なんですけど、体育館の方では卓球かバドミントン。で、テニスコートの方ではテニス。で、グラウンドではサッカー。 みたいな感じで、もう、選べましたね。で、面白いことに、4年生になったら、やっぱり企業に働く人が多いので、社交のね、スキルとして、ゴルフ。これがね、4年生の体育でね、ゴルフをね、やるんですね。面白いでしょ。4年生でゴルフなんですよ。だから面白いことに、こう、コースをね、こう、先生が、コーンとか、こう、なんかね、ラインとかで円を書いて、で、そこに入ったら、OK みたいな。で、これどん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 、なんだで一周できたかっていうのを先生が作ってくれて、そう。だから、コースが1個、なんか、広いところがあるから1個か二個くらい作って、みんなでチームに分けて、ゴルフ回っていくっていうのをやりました。いや めちゃくちゃ面白かったですね。あの、一つ思ったのが、あの、当たるのかなって思って最初ね、やり始めの頃思ったんだけど、全然当たんないんですね。ゴルフ意外と難しいなって、この授業として思いましたね。いや、マジでコツつかむまでは、マジ宝くじレベルで当たらない。次 <laughs> a の授業もね、3年生くらいまであったと思います。で、やっぱりね、<laughs> 泳げない人もいるので、めちゃくちゃ授業内容としてはぬるいです。25メートルをクロールで、25メートル ?3 本ぐらい。3本ぐらい泳いで終わりです。 ま、男子で言うと100人弱ぐらいいると思うんで、90人ぐらいかなあの、3クラス90人ぐらいいるので、これをみんなで3本泳いで終わり。めちゃくちゃぬるいっすよね <laughs>。僕、水泳ちょっとやってたんで、ちょっと泳げるんですけど、そう考えると、ね、って思いました。で、最後にタイム測るみたいな。 感じでしたね。25メートルどれぐらいだったかな ?13 秒とか14秒ぐらいだったと思うんですけど、これでね、成績つけてもらってました。水泳もね、ある光線はあると思います。で次の授業は、ロングホームルームっていうやつなんですけど、この木曜日の7限目を見てもらっていいですかね。これね、HR って書いてるんですけど、これホームルームってやつですね。まあ、学活みたいな感じで、ぶっちゃけ呼び込みみたいな感じですね。例えば、行事の前だったら、それの準備の時間に当ててもらえたりとか、まあ、席替えしたりとか、先生からの重要な連絡事項があったら、このね、時間を使うとか、まあ、そういったことでね、このホームルームっていうのは使われたりします。まあ、例えば、クラスマッチ前だったらクラスマッチの練習に当て,て、 まあ、ちょっとね、いじめ調査アンケートとか、なんか悩んでる人いませんかっていう、なんか紙、アンケートあるじゃないですか。ああいう時間に使ったりするのがホームルームだったりしますね。まこれもね、一応授業の一環として組み込まれていました。 昼休みですね。まあ、授業を2コマ90分かける2回受けたら昼休みに入ります、まあ。昼休みは大体ね、教室でお弁当を食べるか、まあ、学生食堂があるので、まあ、そもそもね、家の人にお弁当作ってもらわないよとかって人は、ここ来たりとか、あ、今日お弁当作ってもらえなかった、もしくはお弁当を家に忘れちゃったって人は、こういうところに来てね、食べたりします。まあ、こういうところに来るとね、先生がいたりとか、なんか、後輩のね、めっちゃラブラブなカップルがいたりとかで、結構意外と面白かったりしますね。まあ、こういう売店とかもあるのでね、なんか忘れ物したりとか、あ、お菓子食べたいなとか、そういう時にね、利用できます。完食にね、お菓子を買うこともできるし、 文房具系も売ってますし、まあ、お昼ご飯ついでにね、ここで買うのもありです。でもなんか僕がいた時よりなんかラインナップもめっちゃ良くなってるんだけど、え、なんか羨ましい。なんではい、高学年とかは、 研究室に配属されているので、5年生とかはこういう自分が所属する研究室とかで、まったり過ごしますね。これは高専の画像じゃないんですけど、イメージとしてね、こんな感じの研究室で、それぞれデスクがあるって感じですね。ここでお弁当を食べたり、くつろいだり、爆睡したりしますね。5年生になったら教室を持たずに、こういう研究室に配属されるので、まったり過ごすことができます。もちろんね、体を動かすことも昼休みできるので、こういう体を動かせる場所にいて、うん、運動する人もいますね。最後の4個目の授業最後の授業が終わったら、 まあ、解散です。帰りの会もなしで、だいたい16時くらいかな普通4個もあったら16時。 20分ぐらい解散になるのかな ?16 時かな ?16 時解散のところがほとんどだと思います。稀にね、もう3個まで終わりだよっていう曜日があるので、この時は早上がり、ラッキーです。その次はどうなるかっていうと、あれですよね、部活行くか帰宅するかって感じになるわけです。部活は頑張ってましたね。もうほぼね、あの日曜日以外は基本的に練習があるので、もう部活っていうのは授業が終わったら16時半ぐらいからね。まあ、遅くて7時、19時、早くて18時とか18時半ぐらいまでやってましたね。まあ、これはね、あの、徳山高専の学生として、中国高専中国地方の高専大会で入賞した時の写真ですね。いや、これね、あの、いい感じで輝いてます。 ですね。<laughs> まだ若い <laughs> あ。これはですね。やっぱり光線大会はぶっちゃけ層が薄いので、僕そんなすごい強い選手じゃなかったんですけど。まあ凡人でも努力を積み重ねたらワンちゃん入賞できるかな？ぐらいの規模ですね。地方大会ってね。中国地方だけですけど、結構規模は大きいですから。でもやっぱ高専生だけの大会なんでそれはね。なんか？ まだ入賞しやすいかなっていうふうに思います。運が良かったり実力がある子だったら、もう低学年のうちからね、全国高専大会に行ったりとか、もう地方大会で入賞したりする場合もあると思います。では、高専の部活はどっちかっていうと、ぬるい部活もあるし、結構ガチガチにハードにする部活もあったりしますね。まあ、高専の部活に関する動画もこれまでに、ね、上げているのでぜひとも見ていただきたいんですけど、いや、本当にね、人脈も作れますし、頑張れる経験もありますし、時間がね、結構消費されるので、まあ、残った時間で勉強も、がっつり頑張ろうって効率的にできるようになると思うんで、部活は結構おすすめですね。うん。 いやーもう本当にね、ためになりましたね。ぜひともね、部活はやっておいた方がいいのかなと、就活のネタにもなりますし、自分たちでね、部活を運営するっていうね、スタイルを取ってる部活が多いので、やっぱりね、チームマネジメントとか、組織の運営っていうところもね、まあ、高学年になれば担当することになるので、これもね、かなり高専生,生活としてはね、一つのポイントなのかなって思います。高校生ってね、自分たちで、ね、がっつり、9割自分たちだけで運営するってあんまりないと思うんで、まあ、高専生ならではの部活のポイントかなっていうふうに思いますよね。 アルバイトですね。まあ、基本的に3年生まではね、バイトってダメって言われてるんですけどね、学業優先なんですけど、まあ、高専とか、まあ、人によってはま、黙認というかね、ああやっちゃってる人結構いると思います。僕もね、2、3年生ぐらいはね、結構普通にバイトしてて、例えば、<laughs> 僕31で働いてたんですよ。高専2年生か3年生ぐらいの時。まあ、でもきつくてね、1年ぐらいでギブアップしましたね。やっぱ稼いだお金は勉強に使ったり、お出かけに使ったり、プライベートに使ってました。やっぱりね、立ち仕事、夏場とかはもう行列が3時間ぐらい途切れなかったんで、あ、これ、学校終わりとか。 で、あと、土日とか、ちょいちょい出てましたけど、まあ、バイトはね、ぶっちゃけ。 本当に欲しいものとか、絶対お金これ必要だってわけじゃなければ、バイトはしなくていいかなって思うんですよね。あの、長期休暇でね、あの、バイトしていいってなってますから、先生に怒られるっていう危険を犯しながら、普段バイトするよりかは、もう夏休み、春休み、週3ぐらいでガッツリバイト入るのもいいのかなとは思いますね。も4年生になったら、僕ずーっと塾の先生のバイトをしてました。まあ、今ね、塾の経営してるぐらいなんで、これがきっかけですね。もうね、塾のバイト、まあ、いくつかね、いろんな会社転々としたんですけど、学生の時に。いやもうね、相当働きましたよ。もう、1万時間弱ぐらい働いたんじゃないかな。いや、面白すぎて、 僕に会ってましたね。これが、高専在学中でもめちゃくちゃ入ったバイトですね。ぶっちゃけおすすめです。あの、人に教えるのが好きとか、勉強嫌いじゃないって人は、塾の先生ね、バイト、経験としてやっておくの、奥のめちゃくちゃおすすめです。説明しますからね、あの子供たちに。かなりね、能力身につきます。おすすめです。これもね、疲れてるのにたくさんバイト入れちゃって、テスト習慣とかなのにバイトのシフト入れすぎちゃって、後から後悔するっていうことは結構ありましたね。シフト入れるときはそんなに大丈夫かなって思っちゃうんですよ。で、後から見たら地獄実際にじゃあ、今日、<laughs> テスト習慣なのに学校行って、バイト行きますってなったら、やっぱ地獄なんですよね。 でもやっぱりたくさん入ると、全然月にね、7、8万とか稼ぐの全然難しくないんで、おすすめっちゃおすすめですね。立ち仕事とか接客するのが嫌いな人は、まあこういう勉強しているっていうバイトおすすめかなというふうには思います。とおまけですね。テスト週間とかでは、こういう図書室とかを使ってね、黙々と勉強する人が多かったかなと思います。僕もね、テスト週間になって、あ、ここの勉強場所は来たなって思ったら、こういう図書室とかに行って、テスト勉強してました。こういうフリースペースとかコモンスペースっていうのもあるので、ここでもね、テスト週間とか放課後、友達とここに来て、テスト勉強するってこともやってましたね。テストが始まったら、もう、テストが終わり次第、もう帰宅、 って感じなのでもうお昼ぐらいに帰れますでその手前のテスト週間とかテスト準備期間とかでは授業はあるんですけどもう部活なしでそのまま帰宅しましょうっていう感じで早上がりになるかなと4時ぐらいに帰宅という形になると思いますまあ、部活がっつりしてる人は体が伸ばらない程度にちょっとね体を動かすぐらいは部活するのかなとは思いますね <noise> ということでまあ帰宅という形だいたいね7時か7時半ぐらいには帰宅できるかなと、まあ、もちろんバイトがあればね夜の10時とか9時ぐらいには帰ると思うんですけど、まあ、これをね1年に150日 200日弱ぐらい続けて、これを5年間するわけですから、いや、高先生,生ね、そりゃ、ね、会社から求められる人材になりますよね。実際手動きますもん、仕事したら。なのでね、あの、しっかり皆さん今ね、在校生の方は苦しいかもしれないけど、頑張っていただきたいなっていうふうには思いますね。<laughs> <laughs> <laughs> 卒業してきた人たちね、みんな、あのー、 ま、いろいろあると思いますけど、基本的にね、様子を見てる感じみんな幸せそうなんで、ぜひね、乗り切って卒業まで頑張っていただきたいなというふうには思います。いや、僕もね、これ思い出したらね、懐かしくなりました。ということで今回は、高専生の一日ということで、ざっとお話しさせていただきました。それでは今回の動画終わろうと思います。あなたの選択肢によ、高専をもし、今年度、高専受験予定の方、ご家庭、ご本人が動画をご覧の場合は、高専受験生向けの教材、動画、これからたくさんアップロード予定です。 ぜひ引き続きこちらのチャンネルの動画をお楽しみください。毎年このチャンネルや動画をしっかり見て高専受験を有利に進めている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも引き続き一緒に頑張っていきましょう。在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。もう定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。第2本図書の教科書ガイド、解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。短期受講生募集中です。4月、5月、6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみ いでですすすとう方募集中です概要欄欄コメント欄から体験授業のおおお申しし込みをお待ちしております大学編入への過去問配布中です。こちらのアンケートお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問プレゼントいたします。ぜひともアンケートお答えください。新1年生向けの予習講座のご案内です。 前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策のめちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専、新1年生、授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。第2本図書の線形代数、微分積分1を想像していただけると分かりやすいと思います。こちらの教科書、丸々、1つ分、まる1冊 それぞれ解説授業をしています予備校レベルの分かりやすい授業になっております実際にこれを使われた方がね大学編入を有利に進められたりとか定期試験で80点90点取れるようになりましたという声たくさんいただいていますぜひともこちらご利用ください高先生向けの授業資料も配布していますこちらもアンケートをお答えいただいたらですねアクセス URL をお送りしていますのでぜひともご利用ください <music>